黒田ダムは、愛知県豊田市黒、田町、矢作川、水系黒田川に建設されたダム。高さ45.2メートルの重力式、コンクリートダムで、中部電力の発電用ダムである。同社の用水式水力発電所、奥、矢作第一発電所及び奥、矢作第二発電所の上池を形成。中間調整地、富永ダムを経由して、 下池系矢作ダムとの間で水を往来させ、合計最大109万5千キロワットの電力を発生する。ダム湖の名は黒田湖という。矢作川水系の電源開発を進めていた矢作水力は、矢作川に注ぐ倉川の支流、黒田川をせき止め、蓄えた水を水力発電に利用することを計画。1930年に黒田貯水池建設事務所が開設され、 1932年1月に着工、1933年7月に完成した。当時の黒田ダムは高さ35メートルの重力式、コンクリートダムであった。黒田発電所は1934年5月より運用を開始、出力は3100キロワットであった。戦後、黒田発電所を含め矢作川水系の水力発電所群は、 中部電力が受け継ぐことになった。中部電力は畑、低第一発電所、高根第一発電所、混ぜ川第一発電所に続く第四の用水発電所を矢藩川水系に建設することを計画。その上池として利用されることになった。黒田ダムには季節の停滞にコンクリートを打ち足して10.2メートル、かさ上げし、貯水容量を2倍に増強されることになった。 中部電力は1976年に奥矢作水力建設所を開設。同年11月より黒田ダムのかさ上げ工事に着手し、1978年8月に完了。同年9月より淡水を開始した。発電設備は中間調整地である富永調整地も完成し、1980年9月奥矢作第一発電所1号機及び同。 第2発電所1号機が運用を開始した。1981年2月には、残り4台の水車発電機が運用を開始し、合計109万 5000kW を得る、矢作川水系最大の水力発電所となった。なお、黒田ダム再開発に伴い、黒田発電所は、黒田ダムを貯水池として利用できなくなったが、出力を 3100kW に据え置き現在に、 至るまで運用を続けられている。上池の黒田ダム、下池の矢作ダム、中間の富永ダムという3期のダムを使用する奥、矢作第一第二発電所であるが、もともとは富永ダムを介さずに黒田ダムと矢作ダムとの間で、水を直接往来させる計画だった。しかし、当初予定していた、導水路の経路上に伊勢神断層があることから、安全性を考慮し、 両ダム間に中間調整地である富永ダムを建設することになったのである。その結果、奥、矢作第一、第二発電所は世界的にも珍しい二段式用水発電所となった。愛知県豊田市から国道153号、飯田街道を長野県方面に向かって進むと、小田目交差点に到着する。この交差点右手に見える建物が中部電力、奥、 矢作第一発電所であり、これを左折すると間もなく富永ダム、右折し山道を登ると、黒田ダムに至る。黒田ダムによって形成される、黒田貯水池は、黒田湖といい、湖畔には、黒田湖の名が刻まれた石碑がある。その隣には、戦前の矢作水力時代から続く、黒田ダムの遠隔を刻んだ、小さな石碑があり、この他奥、矢作第一。 第2発電所の所言や案内板がある。なお、奥、矢作第一発電所構内には、かつて PR 施設として、奥矢作用水発電館が存在した。図面や模型を用いて、用水発電の仕組みを詳細に解説していたが、2005年6月30日を、もって閉館した。ありがとうございます。